やった、場所は霧の湖ですね。む、なんかお姉様が言ってる。あ、バカだ。見事に揃いましたね。なんで悔しがってるの、霧のは。何があったのでしょう。マリサに負けたって、いつものことじゃん。こっちのお姉様もそう言ってるね。確かにいつものことですね。最強の証って、そんなもの実在するの。あのお嬢様、これって間違いなくゆっくり霊夢ね。マリサが持って行ったの。どうやらそのようですね。最強最強、うるさいわね。カリスマカリスマ、うるさいお姉様と似てるね。全然似てないわ。この赤い月の下で踊りましょう。あたいはどこにいるでしょう。ここでよ。ハート貸してあげる。第一ゲット開始。いきなり見えない。さあ、まずはお姉様が一気に近づいて攻撃。いい感じに決まりましたね。一旦距離取ってと。切るのは飛んだね。お嬢様が最後切るのに近づきます。通りのヒントなんて良ければいいのよ。右からのワンコンでここもしっかり当てたね。今のところノーダメージです、お嬢様。とか言ってからダメージ受けたね。なんだあいつ、私がバカだって。お、落ち着いてください、お嬢様。絶対にいいんじゃない。切るのも挑発に怒るお姉様。バカだね。不安の手、お嬢様の弾幕が空中でしっかり当たりました。これで昼間の体力がピンクゲージ。あとはこれで燃えておきなさい。昼間がかわしてきましたね。これで終わり。最後は上に打った弾幕が当たったね。第一ゲットお嬢様の勝利です。それじゃあ第2セット開始。はい、本当に。いきなりレーザー攻撃してきましたね。ま、私が打ち勝つけど。そういえばどっちともゲージ溜まってるね。気をつけてくださいお嬢様。いらないって。当たる気がする。とりあえず一発が開花。やれ。かわされて逆にカウンターもらってるじゃん。油断しただけだし、現在体力はおめでくないです。あ、来た。あ、当たっちゃった。お、お嬢様。綺麗に当たったね。お気持ちはちゃんとしないとね。こちらの攻撃も当たりました。決めきれなかったか。どっちも一発当たったら飛びそうな体力してるね。7つの一発を当てるのは、私よ。素晴らしいですお嬢様。すまんな。すまんなくないし。これでキルノに話を聞けますね。最強の証があれってことには変わりないだろうけど。持って行ったのはマリサなんでしょう。完全にあれですね。結局キモいのか可愛いのかどっちなんだろう。それじゃあマリサを見つけに行こうね。来たのは大図書館みたいですが。都合よくこんなところにいる。私の勘は鋭いのよ。いましたね。そりゃもちろんあれを返してもらうわ。霊夢ってことは分かってたんだ。このままだと神社に持っていかれるみたいですお嬢様。そんなことさせるはずないでしょ。完全に話のネタにする気だね。それにきっと霊夢にバレたら大変なことになる。ですね。言われなくても力ずくで取り返す。この赤い月の下で踊りましょう。よっと、さあ始めようぜ。絶対取り返す。それじゃあ開始。基本攻撃を当てたのはお嬢様です。このまま一方的に攻撃してやる。あ、マリサのビーム。あれに当たるのは絶対ですね。攻撃が高いですからね。ここまでなかなかいいペースできてるね。完璧ね。ここもお嬢様かわしています。よし。あ、当たった。うっそ、やっぱり痛いわね。ですがマリサの攻撃受けてましたのでゲージがピンピンに。そこよ、下に下ろしたね。よく、あと一発で肩をつける。頑張ってくださいお嬢様。お姉様がどんどん弾幕を出していく。当たったわ。第一ゲットお嬢様の勝利です。余裕の勝利。それじゃあ第2セット開始だよ。マリサの方はゲージが溜まっていますので気をつけてください。わかっているわ。今の攻撃でお姉様のゲージが溜まったね。さらにその後の攻撃もマリサに当たってます。まだまだ攻める。マリサが上に向かって弾幕を放った。お嬢様は避けています。上からの攻撃なんて難しいわ。しかしこの戦い全然お姉様突っ込まないね。ですね。うわ、あ、うわ、ギリギリ。だから抜ければどうってことないね。こっちは当てるぞ。決まった。最後はステルカードで一発でしたね。この夜のよし、さっさと返してもらおうね。今回はこれで無事終了しそうですね。おとなしく返せ。なんかマリサがおかしいね。何かに気づいたみたいですけど。繋いでたものが引きちぎられてるって。つまりここにはいない。つまり脱走した。魔獣を封じる鎖ではダメだったみたいですね。あ、パチ。強い魔力を感じる。ま、大体どうなってるのか予想はつくけど、どっちにしろ早く探さないとですね。どうやらここにはいなさそうだね。パチが気づいたってことは、屋敷の中にはいると思うのだけれど、霊夢の時もマリサの時も、確か時計塔にいましたよね。そうだったね、確か。ってことは今回も時計塔にいるのかな。その可能性が高そうです。
その時計塔に着いたみたい。あ、昨夜。あ、確か霊夢ここで待ってるって言ってたもんね。な、なに？それじゃあ私は何のために走り回ってたの？本当にいるし。無駄な努力だったねお姉様。こういうこともありますよお嬢様。はぁ、あ。また霊夢にキモいって言われるし、踏んだり踏んだりだよ。げったりですお嬢様。また大きくなってるみたいあのまんじゅう。こいつ広いグイしたからあんないろいろな攻撃できるのか。確かにいろいろな攻撃してきましたもんね。まあいいわ、ここまで来ちゃったら仕方ない。このなんとも言えない喪失感をあいつにぶつけてやるわ。の下で踊りましょう。ゆゆ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 ゆっくりしていってね。相変わらず大きいですね。それじゃあ第一セット開始。世界一セットは頭を打ってことかもね。お嬢様が弾幕を放っていきます。そんなセットの攻撃食らわないわ。結構動いて戦ってるね。あれが来ますよ、お嬢様。ここはお姉様上に飛んで回避したね。これであの技を止めることはない。そのまま今度は敵陣線にお嬢様仕掛けますね。仕掛ければ近いほど全体当たるからね。ま、そういうことよ。どんどんゆっくり霊夢の体力が削れていきますね。ただの正面に動きは気にしないとね。ごめんなさい。今のところのダメージ、このまま勢いよく倒せるか。相手の体力がピンクゲージに突入しました。なんかそうだから一旦離れるわ。ま、攻撃は続けるけど。あと一発で終わりそうだね。これで終わりじゃん。無事倒せましたね。なんか余裕で倒せたね。私が強すぎるからね。私、あなたの名前も見ることができたかしら。これで一件落着ですね。でも霊夢にはバレちゃったけどね。余計なことしてくれたわねこいつ。いろいろ食べたって何を食べたんでしょうね。食いすぎよこいつは。あんなにでっかくなるもんね。お姉様霊夢に哀れまれてるんだよ。敵ね、きっと素晴らしい人よに。って何やってるのよ昨夜。いや私も一回戦ってみたいなと。ストーリー終わった後のコーナーは私のなんだよ。もう申し訳ございません妹様。っていうかもう始まっちゃったわね。どんな一面。ふ、腹立つ。ま、やるからには勝ちなさい。了解です。全然よく当たってないけどね。私も初めてでまだよく当たってないです。一発目は当たったけどその後外した。なかなか難しいですね。っていうか敵はルミアちゃんか。闇を操る能力のアリミ関連のやつね。とりあえず倒させてもらいます。お、昨夜が突っ込んだ。なんか当たってるようで当たってないわね。この戦いは練習以外のものですから。昨夜がいつになく必死に言い訳してる。っていうか体力どっちともピンクゲージなんだけど。昨夜はすぐに体力なくなっちゃうね。あと一発くらったら終わりじゃない。ははは、まさか。っていうかさっさととどめさしなさい。倒しました。必死だね。この後ボロボロになる予感しかしないね。そんなお嬢様の安寧を邪魔する役は誰であろうと許さないわ。それじゃあ次の勝負だね。相手は誰だろう。さあ、お相手させていただきます。やれやれ、お仕置きしてあげる。霊夢みたいです。それは正直ね。しかも昨夜は体力少し減った状態から。だからね。つまりこのようにどんどん攻撃を受けてるかやられるよ。ですがダメージは与えられました。あ、本当だ。いつの間に起き上がってますし、投げ続けます。昨夜のナイスモードだ。これが霊夢に突き刺さっていく。だいぶ削れましたね。なおの攻撃の手は見えない昨夜。ただ霊夢もこのままで終わらないみたい。ま、昨夜も体力もないしね。降りてきたところを一気に。ここで終わります。決まったね。最後はナイフ前に投げてからの接近攻撃だったね。ギリギリ勝てました。お嬢様の安全を邪魔する役は誰であろうと許さないわ。この調子で次もいけるかな。どうかな。次の対戦する方によりそうですね。さあ、お相手させていただきます。妹様、昨夜今って言ったね。そんな熱想もないです。あー、もちろん熱想。昨夜を倒せば OK ってことだよね。昨夜、なんとかしないとまずいよ。ですがもう体力完全ないんですね。超絶ピンチじゃない。このマップ障害物があるのでなんとか当たらないで済んでますが。ったく、邪魔なんだけどこの箱とか。でも上からだったらそんなの関係ないよね。あ、でも昨夜ゲージが溜まってる。もしステルカードが当たったならまだ勝てるかもね。ここで使います。殺人です。全部壁に吸い込まれていったね昨夜。あ、これはもう終わっちゃったかな。まだ始まりませんよ。往生には悪いね昨夜。昨夜は体力がないから全然距離を当てて戦ってるね。逃げないでよ昨夜。次当たったらやられてしまいます。あ、昨夜チャンス。そのままナイフを投げました。あっ、アップフライやられちゃったね。トーマさんの負けです。あの妹様。つまんない。帰る。あ、本当に帰った。これは昨夜復讐されるかもね。私ですか。まあ仕方ない。運命を受け入れるしかないわ昨夜。そんな。ってことで今回はここで終わりよ。それじゃあね。
私はどうすれば、お嬢様。知らん。そんな、